では早速、皆様から一言ずつご挨拶をいただきたいと思います志田さんからお願いします皆さんこんにちは <laughs> こんにちは <laughs> ありがとうございますはい、えー、主演をやらせていただきます主演役の志田ゆうみです本日はお越しいただき、本当にありがとうございます <laughs> ありがとうございますでは竹内さんお願いします 水峰、えーね、妙役をやらせていただきました竹内えりです本日はありがとうございますありがとうございますでは加藤さんお願いします川島泉役の加藤明子です本日はありがとうございますありがとうございます,います横山さんお願いしますはい秋役の横山瑠璃花ですよろしくお願いしますありがとうございます太田さんお願いしますああ三日役を演じました可愛い大太田役ですよろしくお願いします

こちらの本作は7月2日よりここイオンシネマ板橋ほか横浜、千葉、名古屋、京都、大阪で順次公開されます今日が記念すべき第1回目の上映となりますが代表して志田さん今のお気持ちをお聞かせください。はいいや実は私まだ見てててななななんでですよねスケジュールが合わなくく試写会行けなくてなのでこれ 今回、見ようと思うんですけど何、はい、だろうなすごく私ずっと夢だったのが映画の主演をやらせていただくことだったんですよ、はい、それでもうやらせていただいてこんな素敵な役をもらえてですねしかもなんと主題歌にですね私も入っている夢見るアドレセンスが主題歌をやらせていただいて本当に感無量ですね、嬉しいです。夢が叶ったんですね、はい ありいました、はい、ありがとうございますではここで皆さんに役所を伺いたいと思いますでは志田さんからお伺いしてよろしいですかはいえっとシオンはですね女霊師の見習い弟子でしてえっとすごくなんだろうな芯が通っていてそれですごく 18, 18歳なんですけどなんか18歳の割にはすごい大人びたことを言うみたいなそういうところは私にすごくそっくりでなんか演じやすいところもすごくありましたね 自分なんか今聞いてるとそんな感じは全然しないんですけど、<laughs> そうなんです、ね、もうついにボロが出ちゃった、すぐ、<laughs> すみません、はいありがとうございますす、はい、竹内さんはいかかがですかえと私が演じるミオ、えー、というのは、少し、えー、過去に複雑なものを持っていて、はいでえー、こちらの泉ちゃんと、そしてしおんちゃんという、まあ可愛い,い弟子を二人従える。 最強の女霊師の役でございますかっこいいですねかっこいいですはい、ありがとうございますでは加藤さんの役どころを教えてくださいはい私演じる泉は陽介の過去を知る謎の女霊師です気になりますね <laughs> ありがとうございますでは横山さんお願いしますはい、えー、私は杉江くんが演じる雄、えー、や役のお姉さんの秋役をさせていただいていますはいありがとうございますでは太田さんお願いしますはい私は今回は バンドをやっている女の子の役でそのバンドの中で一応ボーカルをやらせていただいてるんですけど、はい、なんか結構歌ってるシーンあるんですけど音声は流れてないので皆さんの想像の中でミカが歌っててほしいなと思います <laughs> そこも注目して見ていただければと思いますでは深澤さんお願いします、はい、えっと自分もバンド役をやらせていただくんですけどもまあちょっと正真ものなところもありながら、えー 今回の,その廃校でのハプニングを引き起こす、まあ、見ていただければわかると思うんですけど、ぜひそちらを見ていただきたいなというふうに思っておりりまますすはいいありがとうございます市原さんの役どころを教えてください。はいえーあの バンドメンバーであのクライム &M というバンド名、まああの劇中に呼ばれることはないんですけど一応クライム &M というバンドのえベーシスト役をやっています。えーまあ、見ていただくと分かると思うんですけどちょっと赤髪のやばい人が一人いて <laughs> あの彼と、えー、唯一まと、あ、もに話ができるようなちょっと大人びたところもある役です。はい、えーはい